さあミドルは鈴木みくる選手。ドドンコンマ4に投げたくなくなるようなミドルですね。さあブルアウトで、鈴木みくる選手先行のゲームスタート。さあこれ大久保選手も今日は20ラインしっかり合ってますんでね、本当にさっき言ったようについていってついていってワンチャンス決めたいっていうのが大久保選手ですね。いや大丈夫です、大丈夫です。あ落ちちゃうとね、あコールすればいいのか、 どうなのこれ、やっぱ抜くまでボタン押し抜くまでですね、ちょっとはっきりしないということで、本当はコールされればね、された後落ちたら落ちてもいいんですが、鈴木選手275残り。いやー飛びすごいですね、ゴスって感じで飛んでいきますね。300残り。あ心をスコアで鈴木選手一気にチャンスが膨らみます。20に戻る。さあ上がり目出してきました。289残り。下につけると狙いに行くなるのか、ね、さあ鈴木選手170残り。いや本当にこう夜角がこういい感じで立ってきてますね。鈴木選手調整してるんでしょうね。PDC ウーマンシリーズでね、世界の女子トッププレーヤーとどういうダーツをするのか非常に興味あります。アレンジからの20ダブル。トリプルからもう一本。18きましたね。1本目。22強い。安定します。
Second leg. Game on.必ず60絡めてきますね、1本。さすがです。さあ、ここも絡めてきます。本当に安定しますね。まあ、この感じですよね。しっかり先行で点は離されてますが、ついていってダブルを決めたい局面ですね、大久保選手は。なのでここしっかり上がり目を出したいですね。これでトリプル絡まないといけないですね。さあ91残り、ブル17ってところですけど、どういうチョイスを。17からいきます。149トリプルですね。そしてアレンジまで、残忍アレンジ。さあここ大きく削って、ミスマッチの展開ですね。ナイスキープ。鈴木みくる選手、16ダブル決まればベスト16進出。さすがですね、さすが。2投目、鈴木みくる選手17ダーツでベスト16進出。